水ペンギン始まります。みなさんこんばんは。ルイの夜更かし日記の始まりです。はい、ご無沙汰しておりました。何日休ませていただいたでしょうかね。多分ね、3日4日ぐらいはお休みさせていただいていたのではないかなっていうふうに思うんですけれども、まあね、コミュニティとか、あとインスタとかツイッターとかで、まあなんとなくね、お休みさせていただきますとは言ってたんですけど、まあ何が原因かっていうと、消化器官ですね。私こう食道なんかこう消化器官があんまり今調子がいい方じゃないんですよね。で、まあ病院にも通ってはいるんですけれども、だいぶ落ち着いていたところに、まあ年末年始がありましてですね、まあ別に大したもの食べてないんだけど、大食いしたわけじゃないしさ、暴飲暴食したわけじゃないし、相変わらずさ、アルコールも飲んでないし、そんなに無理したわけではないんですけど、調子が悪くなりましてですね、もうご飯が食べれなくなりまして、もういいっていうんですか、このみぞおちの部分と、このもうちょっと上のこの何の肋骨のこのちょうどこのね、真ん中、ここの辺りから、あと右のお腹までね、痛みがあって、食べると痛むっていう風な症状があったんですよね。で、消化するとだいぶ楽になるような感じではあったんですが、まただんだん痛くなるという、そういったのをちょっと繰り返してまして、吐き気もあったっていうこともあったので、ちょっとね、もうちょっと動画は一回ガンとお休みをして、でちゃんと治ってから、まあ新年のね、動画をねやっていきたいかなっていうふうに思ってたんですけど、思ったよりもね早く、もうちょっと長くかかるかなと思ってたんですよ。1週間2週間ぐらいはもっと続くかなと思ってたんですけれども、おかげさまでね、思いっきり寝ました。思いっきり寝て、もう食事は取らず、もう本当に何だろうな、飲み物とかヨーグルトとか、そういったもう本当に胃に絶対負担がかからないだろうと思われるようなものを食べたり飲んだりしましてですね、で良くなってきました。完全じゃないのよ、完全じゃないんだけれども、まあだいぶ動けるような感じになってきましたので、皆さんにお知らせとともに、まあ今日の夜更かし日記、今日はね1月10日の月曜日なんですけれども、連休最後のね夜なんですけど、はい、という具合にお話をさせていただきます。で今ね、まあ、サムネにもちょっと撮って、ちょっと映ってたと思うんですけど、これですね、いちごミルク、これね、ファミマだと思うんですよね多分。でこれね、優しいでしょ。何が優しいかっていうと、うちの次男ですよ。私がご飯食べれなくて寝込んでるのを知ってて、でね、バイトから帰ってくるのがもう11時ぐらいとか遅いんですよね。で私大体それぐらいまでは起きてるんですよ、布団には入ってるけど、インスタ見たり、YouTube 見たりとかいろいろやってて、それぐらいまで起きてるんだけど、まあ電気消してるけど、たら部屋にそーっと入ってきて、お母さん大丈夫って言ってさ、でこれ買ってきたんやけどって言って、これとね、私の好きなスイーツを置いてくれたんですよ。でまあちょっとスイーツは今ちょっとね食べれないから、ちょっと食べてはないんだけど、まあ、これをねちょっと飲んでおります。いちごミルク、これね果肉がたくさん入って、これのマンゴーとかね、あと何だったかな、バナナかな、なんかもあったと思うのだけど、すごく美味しい。これファミマに売ってると思います。で甘い、で
ちゃんと考えたのね、あの子なりに。いちごミルクってちょっとね、炭酸とかああいうジュースじゃないようなものを選んできてくれたという優しさですね。まあ次男はね、どっちかというとマザコン系でございましてですね私が言うのもなんですけど、私が子離れしてないっていうのもあるんですけど、まあマザコンの毛がありまして、あの私がやっぱりちょっと寝込んでたりとかすると、長男の方はね、あの人看護師やってる割にはですよ、もうもう治る気のせい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 みたいな感じで、な感じなんですけど、長男は看護師なのにね、様子見てくれることもなく、見に来てくれることもなくなんですけど、次男はもう毎日顔を出してくれました、私が寝込んでると。夜ね、帰ってきからでコンビニに行ったんだっつって、でこれお母さん置いとくで飲みねみたいな感じでさ、はい、そんな感じで、あの幸せ者の私でございます。でもうね9時半だから、あともうしばらくしたら次男は帰ってくると思うんですけれども、まあ、いつも言ってるんですけど、うちはねもう正月お盆休日祝日土曜日全然関係ない仕事をね、長男も次男もやっておりまして、唯一あの普通の勤務っていうのがうちの主人なだけで、もう息子2人は絶えずもうバラバラなのよね、時間帯が。勤務がバラバラ。もう長男は看護師だから夜勤もあるし、早出もあるし、遅出もあるし、日勤もあるしっていうような感じだし、もうあの次男の方は日中とか午前中はいるけど、もう午後からもずっと夜までいないとかというわけなんですよ何がどういうわけなんですっていう感じですけど、バック変わったでしょ。はい、今こちら次男の部屋に来ておりますね。他のところはちょっとね、あのプライベートなんで映せないですけども、洋服の山ですよ。もう四方八方にも洋服、服だらけ。服大好きだからもうね、アパレルの仕事をしたかったみたいだけどね、まあそんなことはいいんですけど、今ちらっとだけね、あの下みんなが集まってるからちょっと喋りにくいので、ちょっと次男の部屋を借りました。で今日はそんな感じで一日ね、もう本当に何にもせず、もう一日だけで YouTube をずっと見てたね。あの好きな YouTuber さんの過去動画とか、そういう風なのをね見ておりました、うん。で私がよく見るのは、まあ、いつも言ってるように、あのはじめしゃちょーさんとかヒカキンさんとかね、そういったもう本当にもう人気 YouTuber さんが多いんで、多いっていうか、もうそういう人しか見ないかな、うん。あとは動物とか、あとアニメ。アニメって言っても、あの手書きのアニメのなんか、わーやーえーとかいう、そういう感じのやつね。わかる、伝わる、伝わると思うんだけど、そういう風なのをあの撮って見たりしていました。でもね、今ねこれね飲んだんですけど、もう粒がね、ブワーってよく振ってからお飲みくださいって、よく振ったけど粒々がいっぱい。もう一回飲むね、うん、水分も取らないとね。私ほっぺたにさ、ブクッと溜めて飲む派なのよね。ここがあの通りが悪いのかしら、なんかごっくんごっくんごっくんって飲めない人なの、一気に。ここでぐじゅーっとぷくっと溜めてごっくん、ぶーっと溜めてごっくんってするようなタイプ。まあそれでもどうでもいい、うん、っていう感じで、すごくあの元気になりましたので、皆さん本当にね、あのそのたんびにお休みになっちゃってね、あの動画頑張るって言って中断になって、頑張るって中断ってなって、それの繰り返しで、もう本当に申し訳ないんだけど許してね。もうデリケートなお年頃っていうのもあるしさ、あの持病もちょっとあるっていう風なのもありましてですね、うん、ああちょっとやっぱりちょっと気持ち悪いのかな、胃がなんかぐじゅ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 してるけど、うん、っていうな感じで、今日の動画はこれで終わりたいと思います。それではね、皆さん、はい、また今日のね、
今日は動画上げなかったんだけど、明日11日から動画が上がると思いますので、皆さんそちらの方をまた見てやってください。また私もね、いろんな企画を考えておりますので、企画考えてるというか、まあ、皆さんのリクエストですねにお答えしていきたいなと思って、みんなこんなことしてほしい、あんなことしてほしいとかさ、いろいろ言ってくださるから、それに答えられたらなっていうふうに思っていますので、こちらの方もやっていきたいなと思いながらも、新しいチャレンジもちょっとしてみたいなみたいなね。でちょっと元気になったからショート動画ね、皆さんごめん、ちょっとベロで舐めちゃった、あばいんだもん口の周り、これでショート動画ね、見てくださってる方いらっしゃるでしょうか。あのちょっとパワフルなあのアラフィフをあのやっておりましてですね、それをちょっと本当はあれ大好きでやりたいんだけど、ちょっと体力的なものとか体調的なものでできなかったりとかしてたから、ごめんね。それもちょっとやりたいと思ってます。何でもやりたいの、本当にいろいろやりたいんだけど、はい、ということです。ということで、ここね、ずらーっとこうね並んでおりますけれども、マザコン次男のあのお部屋から動画配信でございました。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。今日も良い夢を見てくださいね。それではまたね、おやすみ。